こんにちは、末岡です。今回はですね、表スイングの話からゴルフの上達について考えていきたいと思います。僕が表スイングって言ってるのは、体の前でですね、平たいお皿を作るようなこういうスイングを表スイングと言っています。で、逆に裏スイングっていうのはお皿を伏せたような形でこういう風に動かすスイングを裏スイングと言っています。で、今日ですね、表スイングはこれだけでできちゃいますよっていうお話をします。これはね、どういうことかというとですね、初心者の人とかこれからゴルフを始める人なんかはこれ1日で覚えられちゃうようなスイングなんですよ。で、以前ですね、ラウンド前の1時間のレッスンでゴルフやったことがない人にすぐラウンドしてもらうっていう動画を撮ったんですね。ですからそのぐらいこうすぐゴルフ場でゴルフができてしまうのはどっちかっていうと表スイングの特徴です。ただですね、ゴルフを続けていって皆さんがこうやっていろんな YouTube を見て熱心にですねゴルフを上手くなるためにどうしたらいいのかなって悩む原因になっているのは実は表スイングなんですね。で、その辺のところが、後半では分かるようになってます。で、最初の方はですね、もう表スイングのやり方をざーっと説明しまして、あ、こんなに簡単にすぐできちゃうんだ、もうこれだけでできちゃうんだっていうところをご覧になっていただくような感じになりますが、で、あ、こんな感じでいいんだって言って試してみた感じがすごく良ければですね、前半で動画を閉じちゃった方がいいです。で、後半はですね、いやいや、これをやってったらこういう感じになっちゃうよっていう例がね、いっぱい出てくるんですよね。後半はですね、やはりその表スイングをずっと続けていくとね、だんだんね、悩みが出てですね、それはどういう内容かっていうのは皆さんこう多分よく分かってないことが多くて、今回ですね、後半に、どういうところがこうつまずきポイントで、解決するにはどういうことが必要かっていうことをお話しします。ただですね、非常に何て言うかな、深い部分のところが出てきちゃうので、あんまりね、ややこしい話が好きじゃない人は後半は見ない方がいい。ただですね、後半お話しする内容でですね、表スイングをやりながらすぐ問題が解決した人も多いのも事実です。だから試してみる価値はあるんですけど、ただ非常に、なんていうかな、練習が必要になる技術で、それによって問題が解決する場合があるんで、表スイングとかで悩んでる方は一回見てみるといいかもしれない。で、裏スイングやられる方も、あ、こういうことだったのかっていう分かる動画にもなっていますので、興味がある方はぜひご覧ください。この動画を見ることによってですね、表スイングと裏スイングの大きな特徴の違いが分かります。これによってですね、いつも言っている表スイングと裏スイングを混ぜてはいけない部分っていうのがなんとなくまた少し違った切り口で明確になると思いますので、興味のある方は最後までご覧ください。このチャンネルではですね、比較的そのゴルフをやっていって少しゴルフがこんがらがっちゃった人向きの動画を公開しています。どうしてもね、こんがらがっちゃってどうにもならないという人が多いので、そういう方には公式 LINE を登録していただいてですね、もう少し深い部分での説明動画とかを公式 LINE 上で公開してますので、ぜひですね、公式 LINE を登録していただいてですね、そういう動画をご覧ください。まずですね、先ほど説明軽くしましたようにですね、表スイングっていうのはお皿の底を自分の方に向けて、お皿を前に向けた状態で、お皿を斜めにしてですね、お皿の縁をクラブヘッドのイメージでこういう軌道を描くスイングです。ですからこう来てこう来るようなスイングですね。で、これはですね、よく言われる、二重振り子的な動きを使うのが特徴です。
で二重振り子っていうとね、こういう二次元的な振り子をイメージする方が多いんですが、実際ここで使うというかゴルフで使うコッキングの二重振り子っていうのはかなり立体的なんですね。こういう感じです。ですので、表スイングで必要な練習っていうのはこういう練習なんですね。これを滑らかにこう柔らかくできるようにして、ですからこうね、背屈も小屈も頭屈も尺屈も使うようなことを滑らかに動かしていく、ここが非常に重要なんですね。ここができてしまえば、あの表スイングっていうのはできてしまうということです。ですからこうね、こっちからで言えばこういう、だからあの円錐を前に向けたような状態ですね。厳密に言うと円錐じゃないですけど、こういう、こう円錐、これが前に向いて、これが角度が浅くなってる、こういう状態が表スイングのイメージです。この、ね、円錐が前にしようで、裏スイングっていうのはこの円錐が下を向いてる状態です。底がね、下を向いて、これに沿ってこうクラブが動いてる、言ってみればこういう状態が裏スイングですね。体のターンで、この、で表スイングっていうのはこう円錐が前向いて、こういう状態です。こういうスイング、実際はですね、こういう表スイングの方が簡単なんですね。これこういうのできちゃえば、だからこれに沿って、この円錐の流れに沿ってシューッと上げて、これをまたシューッと送ればいいわけですよね。だから体が回転しながらクラブを上げれば、円錐状にこうね、こう回っている延長線上みたいな感じでこう来て、でこっちもこう回っている延長線上みたいにして振ればいいわけです。だから非常にこういう動きが滑らかにできれば簡単にできてしまう。表も裏も共通しているのは、首の付け根あたりを中心に、体は斜めにターンをするよというのは一緒なんですが、何が違うかというと、表スイングの場合はクラブヘッドのモーメントに持ってかれる、体が持ってかれる形になるということですね。だからちょっとヘッドから動くようなニュアンスが少し出るかなと思います。だこっちもそうですよね。こう回ってって、こうヘッドのモーメントと同調していくような感じ。そうするとですね、こっちからこう、こっちからこう来るような感じで来て、こっちからもこう来るような感じ、ですからね、これだとこのままこう来て、こっちはこういうですね、こういう感じ。だからこれもこっちから来る、こういう感じ、だからこの立体的にこういう動きが滑らかにできるようになれば、こうやってビューッとテイクバックできる。こっちもこういう形でこう回せるようになれば、このままピュッ。だからお家でね、こういう練習をしてあげると簡単にできる。そうするとどんなスイングになるかっていうと、こういうスイングですね。お皿の縁をクラブヘッドが通っていく。こういうスイング、これはね、ともすると、どういう感覚かっていうとですね、コッキングが親指側、左ですね、左の親指側と左の手首の背屈側に、こう行った時がトップになる。だからここで行き止まりを作るわけですよね。でここの行き止まりを作って、体のターンとともにふーんと振っていくっていうだけで、スイングとしては全然成り立つ。ただですね、これね、どういうことが起きやすいかというと、フェースが開きやすいんですね。一番大きな課題としてはフェースが右に向きやすい。これを結局その手を返すとかいろいろ言うんですけど、実際はですね、手を返すってことで解決してるわけじゃないんじゃないかっていうことが、僕が今までの経験上、ドライバーイプスとかショットイプス系の人のレッスンをした経験上を分かったことがあるんですね。これをね、今日お伝えしたいと思います。なのでですね、そうだ、前半はこのやり方ですよね。本当これだけなんですよ。だから表スイングってこれだけで、こうやってビューっていって、こっちはこの状態で、こうね、この状態でだから
この前の円錐に向かってくるくる回しているようにテイクバックして、こっちは行き止まりまで来たら、こっちは今度逆向きの円錐にこう沿わせて、で、クラブヘッドの縁がだいたい斜めのスイングプレーンを形成していればいいわけです。でこれで済んじゃえばゴルフはできるし、まあ運が良ければ100切りすることもできます。こっちの方がもしかするとそのあゴルフできちゃうじゃんっていうのには早いわけですよ。でこのゴルフをやっていくとね、いろいろ悩み始めるっていうのがその先にあるわけですけど、ですからその先まで別に知りたくない人はね、ここで終えてください。ここで動画を止めてね。でここからは問題ので、ここからはですね、表スイングでつまずいてしまった人のための動画ということになります。まあこの僕の、チャンネル見ていただいている方は結構つまずいている方、いやある程度ゴルフを知っている方が多いので、ここからが問題になるかなと思うんですが、こうやってやってましたよね。でこれはね、こういう滑らかにこう立体的にこうクラブを回すのはいいんですけど、表スイングの非常に優しいところっていうか簡単なところは、このクラブでボールを打つよっていう、そのアフォーダンスというかね、こう見た目そのままのスイングなんですよ。あこういう道具ね、こういう道具で打つとしたらこうだよねって、そういう、もう道具に誘導されることはアフォーダンスっていうんですけれども、こういう道具を使うとしたらこの棒を振ってこうやるよねってことなんです。だからこの形のものを扱うっていうのが表スイングです。これ何が言いたいかっていうと、裏スイングっていうのはこれそのものじゃなくて重心を扱うんですよ。重心を扱う、だから見えないものを扱うわけですよね。だからある意味その棒じゃなくて、紐の先の重さ、重りをくるくる回すようなイメージでやるのが裏スイングで、この道具そのものの形をそのままこう視覚的に分析してやるのが表スイングということになります。でそれがね、何に違いを出すかっていうと、この道具はですね、棒を振るっていう感覚でやると、もうね、飛行が押そうが、クラブヘッドが向こうにエネルギーを出そうとした動きの段階でどうなるかっていうと、こうね、こっちに出した段階でどうなるかっていうと、こうエネルギーをね出そうとした段階で、飛行がね押そうが、こっち向きにエネルギーを、棒がエネルギーを出そうとした段階でどうなるかっていうと、重心が、これじゃ分かんないかな、重心が遅れちゃうんですね。このね、重心ここです、重心ここですね。こうね、この棒をターゲット方向にエネルギーをかけようとした瞬間に、そのですね、こう絶対にこうね、こうテイクバックしたものをターゲット方向にエネルギーを出そうとした瞬間に、フェースはっていうか、重心はシャフト軸線の裏側に隠れようとしちゃうんです。棒を振ろうとするシャフト軸線の裏側に重心が当然隠れたがりますよね、そりゃね。でこれをどうするか、どうしてるのっていう問題なんですよ。でこれを隠れそうたくなったヘッド重心をこうやってね、アームローテーションでっていう話なんだけど、実際はねこれうまくできてないんです、ほとんどの人が。で上手い人は何をしてるかっていうことが、なんとなく僕の分析で少し分かってきたんですね。これをね皆さんにお伝えしてみようかなと思います。これなんでこんな風にお伝えできるかっていうと、その実験をもとにですね、やってもらったことが大体当てはまっていたからなんですね。その実験はどういう実験かっていうと、ですね、その実験はどういう実験かというと、例えばそのショットが不安な人っていうのは何かに怖がっている。で何に怖がっているかっていうと、ボールが右に行ってしまうんじゃないかと、左に行ってしまうんじゃないか、どっち行くかわからないとか、そういうことに恐怖を感じているわけです。
で、まあ、人によってはね、もう右に行く気がしてしょうがないと、人によっては左に行く気がしてしょうがないと。でまずですね、右に行く気がしてしょうがない人っていうのは、まあ、先ほど言ったようにシャフト軸線の裏側にもう棒を振ったら、その棒の裏側に重心っていうのはもう隠れようとするはずなんですね。こっち向きにエネルギーを出したら、ね、棒というふうな捉えで言うと、棒として捉えちゃうとね。でそうすると何らかの作用でフェースをインパクトまでに90度ぐらい回さないといけないわけです。で何によって回ってたかっていうと、最初に答えを言ってしまうとね、指で回してたんです。指で、右手の指、主に右手の指で回してた。で指で回らなかったらそのままシャンクとか、右にもう強烈に右に飛んでいくってことが起こるわけで、それが嫌だよってなったら指でまた回してこっちに、これ本当かなって思いますよね。でね、どういうことを試してもらったかと、右手をもう握らないで、もう本当ね、筒のようにしてでみてくださいってやるんですよ、捕まらない人に。筒のようにして、右手を握らないで筒のようにして打ってもらうと、ほとんどの人が捕まるようになります。これは捕まる人とか、捕まらなかった人に対してなんですけどね。結局そのなんでその人たちは捕まらなかったのかっていうと、右手をギチギチに握っていて、力でこうやって打てた人で、自分では手を返してるつもりなんだけど、インパクトまで手の返りは間に合ってない人です。ほぼシャンクみたいなボールが出てもう怖くなって、でそういう人にどういう練習してもらったかっていうと、右手を筒のようにして打ってもらったんです。筒のように。そうすると何が起こったか、結果から言うと右に飛ばなくなりました。で人によっては少し左目に飛んでいくようになる。これなんでだと思います？これね、こういうことをよそでやってないから、あんまりこういうの発表していいのかどうかちょっと分かんないんだけど、まあ僕もかなりベテランになってきたんでいいかなと思ってちょっと発表しちゃいますね。例えばね、このさっきの筒の円錐を忘れていただいて、右手を筒のようにしたらこう大きな筒になったとしますよね。でクラブが筒の中をこうやって左、ね、右手はこの筒です。右手はこの筒で、左手はグリップをして、で、これでね、例えば分かりやすくね、右手を筒にするとこの中のものはどういうふうに動きやすいかっていうと、こういうふうに動きやすいんです。これ見えるのかな、これ後でスローで。これとね、同じことが右手のグリップの中で起こるんです。だから柔らかく程よいグリッププレッシャーで握れてる人は、必ず軸線、シャフトの裏側に隠れた重心がスーッと回ってきて、インパクトの時になんとなくストレートに戻すというコツを掴んでいる人がすごく上手い人だ。こう柔らかく、まあ、これね、転がってるっていうのは言い過ぎなんだけど、実際は人間の骨は皮膚とか筋肉で覆われてますよね。だから動くわけですよ、表面は。だからこの中のこのズレとか、別に本当に転がらなくても、ズレとか動きだけで、この中のお肉の動きだけで、このグリップが5ミリぐらい動いちゃうんですよね。5ミリ動いたらヘッドは30度ぐらい平気で動きます。だからこういう繊細な感覚を使ってですね、フェースをまっすぐにしてたんじゃないかっていう、僕は仮説を立てたわけです。だからこういう握り味、指の繊細な感覚、指の中でそのグリップとのラバーと自分の手のひらの皮膚と筋肉が動く感覚ですね、これによってですね、捕まりのさじ加減が変わるわけですよ。これだから上手い人、その感覚がずっと続けられる人は、別に表スイングずっとやってても問題ないんだけど、
だんだんね、こういう繊細な感覚を使ってる人ってね、だんだん衰えていった時に自分が一体何をやってたのかが分かんなくなっちゃうんです。だからこういう流れの中でフェースが左回転していたものがある日突然左に回転しすぎちゃうとか、だからこれは結局チーピンの原因になってるわけですよね。チーピンの原因、チーピンっていうのはこう急激にこうフックするような、だからものすごくフェースが動いちゃって、この手の中でね、手の中でっていうと言い過ぎなんだけど、もうそのズレでね動いちゃって、先ほどのような現象で動いちゃって、ものすごく左向いた状態でインパクトしてる。あんまりキャリアがない人は本当ギュッと握っちゃって、その動きが出ないまま当たっちゃってるので、フェースが開いたまま当たって右にっていうことが多いです。だからね、こういう繊細な感覚を使って微調整するというのが表スイングの現実だったりするわけですよね。じゃあ裏スイングだったらそういうの起こんないのかっていうと、裏スイングはやっぱりね、グリップは柔らかく握ります、右に関しては。でもフェースの、動かし方がこういう動かし方じゃなくてですね、このまま体でフェースの向きを変えていくっていう感覚なので、だもう鈍く鈍く使って、表スイングの場合こういう中で動いた皮膚、このグリップと自分の手元の皮膚の接点をうまくこう感じてフェースの向きを作っていくっていう繊細な作業をしてたって僕は断言したいんだけど、一応仮説なんでね、皆さんに試してもらって判断してもらえばいいと思う。ですので、じゃあ皆さんにできることは何かっていうと、表スイングでね捕まらない人は右のグリップをめちゃくちゃこう緩くにですよってことです。簡単に言えば、でもその度合いによって捕まりすぎちゃったりって左に行きすぎちゃったりすることがあるので、ここまではね、コントロールまではちょっと何とも言えないんですが、捕まるようにはなると思います。今回の動画を、ね、どう感じになられたでしょうか。初心者の人とか、もうゴルフ、クラブもう握ったことないんだけど来週ラウンドだっていう風になった時は、どっちかっていうとこういうね表スイング系でこうピューッと体、クラブのモーメントで体を回転して、またこっちでもう同じようにねこういうモーメントで体を回転した方がイメージ的に楽ですよってことは言える。でもやっていく、この方針でやっていくとですね、フェースコントロールっていうのがかなり指先の繊細さにかかってるよっていうのが僕の一応仮説です。で、それによってですねおかしくなってしまった人を何人かやった結果ですね、やっぱりそういうことだったということでですね、試してもらいたいんですね。右にばっかり行く人っていうのはとにかく右を筒状とは言わないですけど、ものすごく柔らかく握って、こうスカスカですよね、スカスカで握ってあげると、振るとフェースが閉じやすくなるってことですよね、先ほどの仕組み。なので右に行くことはなくなるけど、これがちょうど狙った方に行くかどうかっていうのはちょっと練習次第ということになりますね。で、この感覚はですね、一般的にこの指先の感覚なんですよ。指先の感覚もやっぱりですね、スポーツのですね、だから例えばね指を使うというと、ピッチャーがカーブを投げるとかスライダーを投げるとか、カーブとスライダーの指先の感覚の違いとか、こういうのねやっぱり加齢によって衰えるんです。ですから若い人であればあるほどこの感覚っていうのはそのまま継続していくんだけど、やっぱり加齢によってですね、おそらくほとんどの人は衰えていきます。なのでこういう体ごとフェースの向きを変えていくっていう方式をちょっとおかしくなっちゃった人にはお勧めをしているという、そういう現在です。だから別に困らなければこれでもいいわけですよ。だから柔らかく握るってことはマストなり、もうギュッと握ってたらもう必ずシャフト軸線の後ろ側に重心は隠れるに決まってるわけです。これをこうしてたのは手の返しじゃないんじゃないかっていう今日はお話でした。
まあ、この動画がね参考になりましたらチャンネル登録と評価をお願いしたいと思います。でこのような、ね、マニアックなお話を式ライン上の動画ではですので、そのような動画が知りたい方は公式 LINE の方で登録をお願いします。このようにですね、まあちょっとしたことなんですけれどもね、こういうことを知ればですね、今日なんかで言うとこう表スイングがこういうのをいっぱいやって柔らかく手首を滑らかに使えるようになればいいですよってことと、あと、右に捕まらない傾向のある人は右手のグリップを柔らかく握ればフェース、シャフトが回って右に行きにくくなりますよっていうことですよね。こういったちょっとしたことでですね、皆さんこうやって非常に問題が改善することがありますので、ぜひ諦めずにですね、いろいろ試してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。